いらっしゃい、高田です。今日はこの段ボールを使って家にありそうなもので作れるおもちゃを作っていこうと思います。今回必要なものがこちらです。はい、ちなみにこれはネットサーフィンしてる時に見つけたので面白そうだったので作ってみようと思います。これちょうど良さそうだ。ベースになる段ボールの大きさは450、400、200ぐらいのものがあればこれでいいと思います。まずこのベースになる段ボールのこの短い方の片側を半分に切ろうかなって。大体ねカッターとか使うんでね、皆さん手気をつけて。正面から見てこういう感じになりますね。こっちが前だとしたらこっち後ろ、そしたら前のこの部分、このピロピロ、これとこれとこれ、ここの部分、これ全部いらないんで切っちゃいます。あ、この後ろ側のこれもいらないかもしれない。これも切っちゃおう、下側だけ。こんな感じかな、正面から見ると。こっち正面ね。これ後ろはね、閉じちゃおうかな、こうやってすげえ適当になっちゃった。最初これ後ろ側もいらないかなと思ったんだけど、まあ、強度出すため、まあ、強度っつってもそんないらないけど、強度、まあ、一応強度出すためにちょっと後ろはこうやって後ろは閉じました。これ後ろね。これが前。これでベースは完成かな。したらここ、この前から5センチか 5.5 センチ、55ミリぐらいのところに端から端まで切れ込みを入れます。前面から、まあ、僕はね50ミリぐらいにしました。50ミリの場所を切り替えていこうかな。段ボールが1枚入る分ぐらいで。切れ込みを入れたら段ボールが通るかテストします。ちょっと切って、段ボールが入るようになったら OK。 そしたらこれの中に板を1枚入れるんだけど、このサイズに合うような段ボールを切り出して中に入れます。こういう感じでさっきの穴を開けた場所から60ミリ以上かな、開けて後ろに設置します。ここの大きさより3センチぐらい大きくして、こうなるように、この字になるようにして入れ込むと安定するかもしれない。こういう感じで、こういう感じでこの字にしてね、入れてあげると段ボールってこう折れやすい方と折れにくい方、綺麗に折れる方と折れない方ってあるから、折れにくい方だとしたらこう薄くね表面切ってあげるだけでパカッて折れるようになるから、まあ多分知ってる人はみんな知ってると思うけど、こう薄く表面だけね反対にできるから、まあやりすぎると切れちゃうけど。これが本体、これが中に入れる板、こうやって入れて下が斜めになるようにつけてあげるといいと思います。今作ったのが、このベースになるものと内側の、それからここに差し込んでいく段ボールを作っていきます。あ、こんなちょうどいいところに、うわ、ちょうどいい、ちょいちょい合わないところあるんで、まあそれはその都度こうやって切っちゃえばね合うんで。中に入れる板で入れるじゃん、この時に、下が
50、60ぐらいかな、開くようにこれを止まるように上を折ってあげればスタップで止まるから、線引いてテーブルとかにこう合わせてギュッて曲げてあげたらまっすぐ折れるから、一番正面の前の板もできました。この板が4ピンしちゃうんで、この板の前と後ろの部分にこいつがバタバタしないように固定できるような位置に段ボールでちっちゃいレールをつけてスッて入るようにします。こんな感じで支えを作ってあげました。すごい改良が多い、まあでもそれも楽しいね。まあすごいいい加減だけど、段ボールを折ったやつをガムテープでつけてる。前と後ろここに段ボールがこう入るような感じでね、支えもできて上もね落ちてこない、しっかりしてる、うん、そしたらストローのこうくねくねなるやつ、ストローの曲がりの部分を内側の両端につけていきます。こんな感じで両端につけました。前の方を向くように L 字につけました、両サイド。そしたら、この内側の横幅に合わせて細長いものをちょうどいいのあった、まあ、これでいいね。内側のこの細長いものは、奥行きが50mm、横幅はここの内側よりちょっと小さくで、奥行きは、50なんだけど手前に折り返しを作りたい、だから 50mm よりちょっと長くして折り目をつけてあげる感じかな。こういう感じで、ね、ちょっと折り目をつける感じ、こういう感じでちょっと前を上げる感じかな。そしたら紐、今回はなんかワイヤーみたいのがちょうどね家にあったんでそれ使おうかな。このワイヤーをストローに通します。で、この板の片側につける、でそれを両サイドやる感じ。今回めんどくさいんで、2本通して片側2本ずつにして前と後ろから持ち上げるような感じかなにします。テグスとかが一番いいかもしれない。こんな感じ、これ片側ね。両サイドつけました。両サイドにワイヤーをつけました。これは置いといて、さっき作ったこれに穴を開けていきます。ピンポン玉が通るような穴をいっぱい開けます。一個だけ特別な穴、これをゴールにします。ここもね、手切りそうなんでね、こうやって裏も手で押さえてこう入れちゃうと指やっちゃうんでね、ほんと気をつけてください。ここはこれ気づいた、カッターで切るから丸とかはめっちゃ切りづらいから四角とかの方がいいね。ポン、こうやって穴を開けたら確認ね、全部ピンポン玉通ります。このピンポン玉大活躍だわ。卓球でしょ、ピンポン玉チャレンジでしょ、これめっちゃ大活躍、100均だよ、すごいね。で、ここを差し込んでみて、ちょっとテスト、ここ入れて、あ、これでテストやってよかった。これゴールが入らないっていうね、ここゴールにしたんだけどゴールに入らないっていう、
したら線を通す、内側のあれに。もう通すの面倒だからなんかどうでもいいのにくっつけちゃう。こういう感じで段ボールの歯切れでもいいかな。両サイドから出るように結んじゃおう。よし、結べました。そうするとこのワイヤーで引っ張ってピンポン玉をゴールまで運ぶと。でこう2本にすることによってこう中の板が前傾したり後傾したりするのでとても難易度が上がる。邪魔だったんでワイヤー引っかかって潰しました。改良。こうね、前後を、よし、ゴールも調整した。よし。やばいやばいやばい。おお、危ない。危ない。はい、来ない。よっしゃー。ゴール。はい。っていう玉入れマシンを作りました。工作もできて、ゲームもできて、なかなか楽しかった。今度大使来たらちょっとやらせようかなと思います。その時までこの原型を保てていた。で、この今。これ説明しなかったんだけど、この横の2本、これなんで残したかっていうと、結構強く引っ張ったりするとこれが手前に来ちゃったりするので、紐の方に。だからこうテーブルとかでやるときにここ養生テープとかこうテープとかでこう固定すれば動かないからやりやすいかなと思ってこの部分を残しました。一応うまくいきました。改良しまくったけどね、TikTok の方で見つけたのかな。たまたまこうパッパッパってやってたらすげえ面白そうと思って見て見たんだけど、なんていう人とかだったかね、外国の方だったと思うんだけどね、すげえ面白そうだから真似させていただきました。ぜひ皆さんもね、家に段ボールとか紐とかある人とかはね、こういうの作って遊んでみても楽しいかもしれないですね。僕は一人でも楽しかったです。わーわー言いながらやってたんで。あとこの内側の板、これを外せるようにしたのは、この形を他ので作れば何パターンも作れるので楽しいなと思ってそういう風にやってみました。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よければお願いします。ではまた次回、バイバイ。